なんか一匹だけ、チョコマが動くな。他落ち着いてんのに。君どうしたの？ああ、楽しそう。一匹だけ動き回るっていう、この、単独行動の様子を見ると、自身を思い出しますね。はい、ということで、あ、寝てる？あ、寝てない？あ、徹夜だ。多分二徹。めっちゃ寝てる。それぞれ特徴あるんだな。ええー。こいつすっきゃな。でね、前回の、コマさんコマジロウが、いてっていう動画からここに繋がるんですけど、そこまでの間に、配信アーカイブがあるんですよ。2本ね。はい。で、その間で、こういうパーティーになりました。ね。黒鬼。ヘモグロ、吹雪姫、カワタン、シェイミ、ジバニャンっていうね。もうこのバトルメンバーに関してはもうどういうことってことなんですけどね。この E ランクを挟む S ランク。両親と息子みたいになってるんですけど、まあね、ガシャで出たと。で、クエストの方もね、進めたんだよね。C ランクへの挑戦。脅威すべてを飲み込む魔境。この二つを、やって、で、これが、今、雲外鏡のやつで、これを、これに話しかけると、これだから、未来の雲外鏡ね。未来の雲外鏡にちょっと足長えな、お前。なんだ、なんかちょっと足長えな。に話しかけると、キークエスト進んで、ストーリーが進んでいくと。扉の向こうが気になるからって、仕事をサボっちゃうのはダメだ、ペローン。私だって仲間に仕事をお願いしてから、こっちの世界に遊びに来たんですから。みんなで一斉に行かなくても、順番に行くとかできたはずです。ペローン、お利口運外鏡。さっきずっと、沈着してた停止してた子ね。ペローン、ごめんなさいです。あ、お散歩運外鏡。だから歩いてたのか。すみませんでした。普通に怒られてるね。未来の運外鏡ってとっても真面目なんですね。お、泣き虫運外鏡。私たちの分の仕事を一人でこなすなんて、未来の運外鏡はすごいです。お気楽運外鏡。仕事ができる優秀な鏡ペローン。鏡の鏡ってね。あなたみたいになりたいですね。腹ペコ運外鏡。あ、お寝坊運外鏡だわ。憧れちゃいます。お、そうですか。なんだか悪い気はしませんね。ちょろい。なんか丸め込まれてない？とにかくこれからは気をつけてくださいね。私は未来へと帰りますので。ペローン、ありがとうございました。本当に助かりました。未来の運外鏡さん万歳。仕事すんのかこいつら。大丈夫か？なんか、3匹ぐらいげっそりしてない？では私たちも持ち場に戻って転送のお仕事を再開します。皆さんも本当にありがとうございました。こちら、迷惑をかけしたお詫びです。あら！雲外鏡来たね。どっかさ、ちょっとさ、雲外鏡仕事してよ、ほんと。いいの？ありがとう。あ、来た来た来た、これ。ずっとチャリ移動だったからな。ここで来るんだ。雲外鏡の力を借りれば、あっという間に場所移動できますね。ついでに、こちらもお渡ししておきます。わあ、ありがてえ。ポーケット雲外鏡、ありがてえ。これを使えば、いつでも私たち、雲外鏡の力が借りられますから。ただし、一度見つけた雲外鏡のもとにしかワープできないので気をつけてください。6匹だけな。じゃあみんなお仕事に戻りましょう。了解です。ペローン、さよならです。お前一番顔色悪いな。むにゃむにゃ。またどこかで。わあ。未来と過去を飛ぶのはどうなるんだろうな、これな。それはさすがに時空の扉使わなきゃいけんのか。まったく扉が開いたとこでこんなトラブルが起きててなんて困ったものです。早く落ち着いてくといいね。お、来た来た。こっちの、あ、帰ってきた。海ちゃん。フクロウ、お前わざわざこの世界まで追ってきたのか。失せろと言ったはずだが、それとも俺の手で消えたいのか。消えません。どうか酒呑童子様のお役に立たせてください。おお、聞き分けのないやつね。どうけさ、黙っていてください。おお、本気だ。お？酒呑童子様。主の力になりたいという気持ちは変わりません。どうか今一度、私にチャンスを。土砂降りじゃん。
そこまで言うなら、その望み叶えてやろう。ただし、これが本当に最後だ。はは、なんなりと。でもそう、フクロウ結界張れるからね。姫はいる。今度こそ姫を見つけるんだ。なんと。お、鬼桜が。まさか、姫はこの世界に。ああ、この反応、間違いない。姫はこの世界のどこかにおられる。ってことは、人間に扮してるんじゃない？ねえ、普通にこの世界で生きてるってことは。今すぐに探し出せ。そして連れてこい。この俺の元にな。は、必ずやその後期待に報いてみせます。ちゃんと豪傑ここまで黙ってた。偉いな。どこまでも人にすがらないといけていけないやつですね。だが、あいつがあれだけ食い下がってきたのは、これが初めてだな。相当響いたんだな、あそこの会話でな。こっちもめっちゃ降ってた。お知らせ隊によると、未来妖怪トラブルは落ち着いたようで、ミス。ここ現代だよな、普通に。あれ？車多いもんな。今の、桜ニュータウンだもんね。よかった。あとは、あの開きっぱなしの扉ね。あ、稲穂さんに任せっぱなしだった。早く戻って、次の作戦を考えよう。もしかして忘れてたにゃん。早くおまりまにまに向かうにゃーん。が、急に全国的に雨が降り出してるけど、あのさっきのストーリーのさ、フクロウが土下座してたシーンはあれ、本来雨の日なのか。雨の日だからあんな演出だった。お、帰ってきたよ。おい、稲穂レインコートない。無双してやがるぜ。おー、稲穂ちゃん、街のトラブルは片付いたよ。秋のりもか、そう考えたら、はい。こっちは異常なしです。ちょっとほっとしたような、がっかりなような。来るのが遅いだに、稲穂を抑えるの大変だったんだに。稲穂さんの方？いやいや、夢の未来世界の入り口を目の前にして、我ながらよく我慢できたなーって。確かに。よく我慢したな。この SF 好きが。あの扉の奥の異世界観、ジュールリ。ずっとこの調子だに。ウサビョン大変だな。まあ、未来の妖怪たちは増えてないだに。稲穂とミーが見張ってたからだにね。ありがてえ。妖怪探偵団。厄介な連中が、こんなところにまで。しかし、それよりも、あの少女。妖怪ウォッチを持っていないにもかかわらず、当たり前のように妖怪が見え、ごく自然に会話を。言われてみれば確かに。なんでな。あれ？一回ウォッチを持ったらもうそのゾーンに入んのか。しかもあれほどまで慕われているとは、あのお方こそ姫に違いない。そういうこと？いや、ちょっと待って。そうなる。姫のさ、おい待って、その主典同士と姫の共通認識はないのか、お前。やばいやばいやばい。やばいやばい。稲穂さん、後ろ後ろ。やばいやばいって、フクロウの無能具合がやばい。気をつけて、そいつは敵だ。ダメ、こういう時は先手必勝、いけウサビョン。いやだに、こいつ不気味な服でおっかいないのに。ようやく見つけることができました。あなたこそが私たちの探していた姫。え、姫？私がプリンセス？だってさ、何言っとるだに。どっちかというとこれはフクロウに対してのセリフだろ。さあ、お、鬼シャボンじゃん。鬼族代々伝わる鬼シャボン。私と一緒に来てくださいましょう。これはこれはまさかヒロインさらわれ展開ってやつですか。まあね、確かに稲穂がね、鬼ではないなんていうね、言われてないですから、妖怪ウォッチ3で。フクロ、稲穂ちゃんを話せ。お、連れてかれるのか。姫さえ連れていけば、あのお方に。なんだろうな、これが無能か。ひでえって、もうさすがに予想つかなかった、この展開は。稲穂、どうしよう、稲穂さんがさらわれちゃった。割とノリノリだったけど。ちょっと、いやいや、助けに行かないと。っていうか、未来に行っちゃったってことだよね。俺たちも早く追いかけよう。こうなんの？おー、で、ケータズボン短いと思ったらこれ夏目じゃねえか。行くか、さらわれた稲穂を助けに行きますよ。未来へ行ってらっしゃい。主典同士ブチギレ案件だな。いや、到着した瞬間に首切られないか心配なんだけど。違う、ブッシュ。稲穂、
稲穂どこだに。フクロウってやつはどこにいるんだに。敵のアジトとか秘密基地とかそういうのないだに。いやー、どっからともなく来るからな。そう言われたらねえな。ごめん、それはちょっとわからないかな。あの妖怪たちいつも急に出てくるからね。ねえ、神出鬼没のだよね。そうだに、あれをたどれば稲穂の居場所がわかるかもだに。え、あれってまさか稲穂ちゃんに発信機でもつけてんの。そんな物騒な、そういうハイテクなものじゃないだに。稲穂がいそうなところはズバリ、お、匂いをたどっている。何の匂いだよ。あなたまさか匂いでわかるんですか。いいから早く身についてくるだに。え、どういう生態。お、ここに来て辰巳川端南が開くんだ。本拠地こっちにあんの、あいつら。あ、いた。いたっちゅうか、あったわ。いかつ。何この扉。こんなのあったっけ。くんくん。こっち。うん、間違いないだに。稲穂は絶対にこの中にいるだに。くんくん。俺っちには全然わからないにゃん。ウサピョンなかなかやるにゃんね。変だに。稲穂のことなら大体わかるだに。ずっと一緒にいたもんね。この扉の先にあいつらのアジトがあるのかな。いやでもそんな感じしない？この扉の色的にさ、デザイン的に。わからないけど、気を引き締めて進みましょ。早く稲穂ちゃんを助け出さなくちゃ。そうだそうだ。行ってみるか、そしたら。いやー、意外なとこにあったね。もうね。お、ここは、いやこれですよね。姫をお連れしました。ここどこ？はっ、この展開は、トラーレのプリンセスが悪い魔法使いのアジトに連れ去られた的な。絶句してる。これは魔法使いというよりマスク、全然喋らんや。もう、あ、終わった。なるほど。闇の魔族もプリンセスの力を狙ってるのね。こっちはこっちで全然空気読めてねえし。フクロウ。はい。この少女は妖怪を従え、手足のように自由自在に操っておりました。あの連中のように妖怪ウォッチを持ってないにもかかわらず。まさにその力こそ、姫であることの証明となるでしょう。その女が従えていた妖怪とやらは、どこにいる。いなければ証明にならない。お前の見間違いという可能性だってあるだろう。凍結、あなたという人はいつも私のことを見くびって。まあそいつが本物かどうかはこれが証明してくれるだろう。おい、待て、主典同士も顔知らんのけ。どういうこと。それは古の世界樹の枝、まさかあなたたちが奪ったのね。おい、違う。そんな反応がない。バッサリじゃん。3文字でバッサリ切られてるじゃん、稲穂。ああ、世界を越えてまで追ってきて、とんだ外れを引いたもんだな、フクロウ。こんなはずは、くどいぞ。はっ、ピンときた。この状況は、悪のイケメン幹部たちが、私をめぐって、やめて。結城葵さんでしたっけ、声優の方ね。いいですね。私のために争わないで。おい、もう無敵じゃん。なんでこの状況で楽しめるんだよ。フクロウ、こんなキテレツな女が姫だと思うのか。おっしゃる通りです。最初からお前には何も期待していなかったよ。わざわざお前をこの手で消すのも煩わしい。勝手に消えろ。そしてもう二度と俺の目の前に現れるな。おお、首切られなかったね。始末するのもめんどくさいってね。おへ、行っちゃったわ。もっと私のために争ってくれていいのに。同時様、私は、今度こそはと、どうして、こんな。いや、外れん中の外れ引いたっしょ。なあ、鬼族っぽくなくない？だって、まだ、火では、ない。あれ？フクロウじゃない今の喋ったの。なんか出た！え？まだ終わる時ではない。終わり。いや、終わりでしょう、もう。こんなところでは終われない。黒い怨念となろうとも、なすべきことを。なすべきこと、姫を、我が主に。
私は誰だよ。え？え？何何何？何が起きちゃってるんです？稲穂がいたなに？え、ここなの？え、扉からここに直結してんの？やっと稲穂発見だに、この。あ、ウサピョンみんな、ヤッホー。今助けるだに。稲穂さんから離れろ。姫さえいれば、私は主に執着するな、偉い。ウサピョン？何するだに、話せだに、ミーは姫じゃないだに。あ、姫が妖怪を従えてるところを見せろって言ったからね。隠しているのでしょ、本当の姫を。居場所を教えなさい。姫はまだ、あの世界にいるはず。戻らねば、今度こそ姫を。誰？姫？多分でも、初めて出てくると思うんだよ。今までの誰かじゃなくて。だからよくわからんけど、なんということでしょう。今度はウサピョンがさらわれてしまうとは。え、でもなんでウサピョンさらったの？わかった？え、だいたいわかりました？俺全然わかんないんですけど。つまり私は、囚われヒロイン枠から救出ヒーロー枠にクラスチェンジですね。余裕か。ウサピョンは絶対に私が助けます。フクロウっていう妖怪を追いかけましょう。でも稲穂ちゃんには危ないよ。せっかく助かったんだし、ここは私たちに任せ。実はですね、捕まってる間にひらめいた案があるんです。ヨカネット通販を使ったスペシャルサポートです。これならウォッチがなくてもお手伝いできますよ。ヨカネット通販？バトル中にいろんな妖怪アイテムを注文するんです。そしたらドローンで届けてくれるはずですよ。え？何それ？あ、これあれじゃん。夏目が呼び出すやつじゃん。バトルドローンつって。ヨカネット通販の作品だったんだ、あれ。すごい！そういうのができるなら助かるかも。ですです。ウォッチがなくてもお役に立てます。私をぜひぜひお仲間に。うん、わかった。みんなでウサピョンを助けよう。さすがなヒロさん。話が早いってことで、ミソライナホが仲間になった。こういう流れなんだ。ずっと妖怪ウォッチ持ってねえで、いつ妖怪ウォッチ手にするんだろうと思って。なくしたまんまで進むんだね、これね。あはは、よろしくね、ヒナホちゃん。お、早速じゃない？妖怪パッドに。皆さん、フクロウは七ヒロ君の世界に戻ったみたいですよ。何してんだ、あいつ。